あれ扉、あ、いたいたいた。これ、これ海ちゃんち。そこでフラフラしたら抜かれちゃうよ。入った方がいい。やめろやめろ、引くな、ここで。あ、音がね。バカだれ、そんなもん捨てちまえ。この世界にはいらねえんだよ。嘘。いらんわ。海ちゃん。はいはい。ワイプが来て、何日か経って、僕ら、ね、今回はおのおので別々に家を建てたんですよね。そうですね。大きいの作ってもすぐ抜かれちゃうから。うん。だから今回はリスクヘッジを兼ねて、僕とノラリとウミちゃんで、まあ、ほぼ収録外の中でもうすでに3軒建てました。で、僕の家、実はもうすでに1回抜かれました。た中で、まあ、ノラリとウミちゃんの家はまだ健在だということみたいなので、はい、あ、ノラリも生き残ってんだ。ノラリの家も健在だから、今日ちょっと最初にお互いの家を一回見て回ろうよ。そうね。で、まあ、どんな感じかと、これからどこまで行きたいかと、今日ちょっとノラリはいないけど、まあ、ちょっと確認して行こうかなと思います、うん。今日ちょっとあんまりね、バンディットとかそういうのは、ちょっと俺もしょぼい装備しか持ってきてないので、難しいけど。じゃあ行きましょうか。ここ海ちゃんち。行きましょう。どうも。俺が海ちゃんち最初に見たときは、ここの一軒家だけだったもんね。で、海ちゃんこれね、一マスだけだったのに。これね、扉、ちょっとギター弾かないで。それ、いるのバレるから。ギターもう置いて。ギターもうバラしなさいよ。もうそういうのダメだから、このゲーム。そう。絶対ダメだから。ここ。おしゃれで持ってんのに。ダメダメ。弾くでしょ、なんか弾みで。それ、うっかり。入れて、中に入れて。もう持ってこないで。ギター。あ、もう置いた置いた。大丈夫。すげえ、こんなバーベキューを大事にしてる人初めて見たわ。しかもこれ、これを入れ物にしてんの。そうだよ。それコスパいいんだよ。いや、全然入らんじゃん。いやー、まあいいや。いや、それ、バーベキューの下に、もう一個ボックスあるのよ。ああ、なるほどね。こういう発想なのね。そうそうそう。まあいいや。うん、まあ、時は困る。君がこれでいいならいいけど。もう、うちは完成してるよ、それで。これで完成なの？そう。まあ、またできれば、便利なものとか増やしたいけど、一旦。ちょっと海ちゃん、このベーススタッツの鍵開けてよ、これ。ああ。どんくらい入ってる？俺が見たら、閉めていいから、また。めちゃめちゃ入ってるよ。開けたけど、これ見える？はい。バーベキューちゃん。どうどう海ちゃん、ベーススタッツの意味がそもそも分かってねえな、これ。ああ、もちろんあれだよ。関係ないものも入れてる。分かってる。あの、すごいたくさん入るから。まあまあね。最初はこうやるわ。うん。わかる。荷物置きとしてね。すげえ、このサイズだから11日も持ってんだな。11日って初めて見たわ、俺。そう。うん。こんな数値、いかんな。どうしてもガチガチにしたくなっちゃうから。うん。まあ、一人用の家だったら、まあ、ここまでいけるかもしんないけど。うん。うん。俺はちょっと怖いな。はいはい。私も行きます。ああ、これは簡単に、まあでも抜きに来る人がいるかわかんないけど、これだって壁一枚抜かれたらもう全部終わりだから。おう。ここの壁ね、これこれ。うん。まあ本当は三角三角にした方がいいよね。まあ、そうね。この壁一枚抜くぐらいだったらそんなに苦じゃないから、ぶっちゃけ。まあこんな感じと。海ちゃんちはこんな感じ。まあ個性が出るよな。これはこれで面白いわ。じゃあちょっとノラリに。よりコンパクトに。うん。ノラリに行く。ついてきて。こっちの真東の方。へっ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 へ。よし。海ちゃんも狼、あ、いいよ、これ取って。壊れてるし。
大丈夫、もう一本ある。やった、狼の頭蓋骨初めて取った。ちょっとな、あれだ、あれ。あれがノラリンチ。な、おっきいね。そう。まあ、こんくらい巻くんだよね、結構。防御のために。で、まあ、まあ、ちょっとね、なんかノラリ曰く場所が悪かったから若干うまく巻けなかったとか言ってたけど、まあ、ぶっちゃけ、そうなラストの建築能力は、とか、あの、知識は俺よりもノラリの方が高かったりするから、まあ、結構しっかり巻いてるよね。こんだけやれば、まあ、簡単には抜かれないかな、っていう感じ。で、じゃあ入りますか。海ちゃん。よし。コードロック的な。で、こっち左入ると、ガレージがあって、いや、丁寧に一個一個ね、しっかりコードかけてんだよね、箱に。めっちゃダブバレ持ってる。ノラリダブバレめっちゃ好きなんよな。俺あんまり使わないんだけど。うわ。ちゃんと全部ロック書いてある。うん、全部ロック。あ、ここに寝てないな。まあ、ギアが、スクラップがここに隠されていて、ショットガントラップもしっかり大事に。ダブバレだ。違う。あれだよ。あ、ここで寝てる。ノラリここで寝てるわ。作業台レベル2だ。あ、レベル2にしたんだ。やるとか言ってたけど、俺まだなってないんだよね、レベル2。で、この奥がかまどにベーススタッツ。海ちゃん、このベーススタッツ許可するにしときな。ダブバレ取った？はい。いや、ダブバレ1本ぐらい取っとけばいいじゃん。いただきます。そのくらいじゃ、レシピにさせていただきます。そのくらいじゃ、ノラリはもう、びくともしないよ。したら、じゃあ次、俺ん家行くか。俺ん家までの道中、誰かと会うかもしんないから、気をつけて。うん。ダブバレ装備して。うん。まあ、ダブバレ近距離じゃないと意味ないから、俺あんまり信用してないんだけどね。俺、先出るよ。よし、じゃあ、行きますか。どこだ？いいっす。ちょっとついてきてもろて。前回と同じ場所だよね。違う違う。あ、変えたんだ。全然違う。ちなみに俺が全く動画にもされず、全くの報いもないまま消えた拠点がこっちだ。ここだ。ここにあったんだよ、俺の拠点が。そうね、あったね。全部消えたわ。めっちゃ動物来てるじゃん。俺？いや、動物同士いっちゃついてるわ、あれ。ここに俺ん家があったんだけど、もう跡形もねえわ。跡形もね、消されたね。消されたわ。ここ、走れるから。なるほど。うん。こっから行ける。ここのルートね。そう。で、ここら辺の、ここら辺あんま人いないから。うん。ここまで来れば安心なんだけど。これでーす。これが俺んち。めっちゃオーソドックスだけどね。ここでーす。あれ、ガレージ開いてた。まあ、こんな感じの作りなんです。ちょっと二段構えで、まあ 4×4×2 だからそんなにでかくはないけど、まあ、外壁は頑丈、天井ももう一枚張ってあるから、まあそこそこな耐久性はあるぐらい。こんな感じ。現状まだね、ちょっと素材集めに奔走してたから、そんな武器とか作れてないんだけど。まあ、こんな感じです。まあ、ここら辺も全部敷居作るから、入りにくくはもっとなる。かな。
よし、まあこんなところだな。オッケー、朝来たね。で、まあうちの家の周りはこんな感じ。まあ割とオーソドックスやな。いた。こんな感じでございます。このうわー、強化されてんな。現在進行形でやってるわ。そう、ここ怖っ。これやだな。マジオートタレット起きそうだな、ね、気をつけないと。あれ金網になったらオートタレットだから 100% 外面が金網だと貫通するとか。弾通る。マジ怖いよ。最近なんか流行りなのか、どっかのラスト実況者がそういうことだね。うん、だからそういう風にしたんでしょう。うわー、ケアパケがどこに落ちる？来るかな。フリーズ。ここ的に近そうな気するけど。めっちゃフリーズ。あ、すげえ近くに落としたよ。うわ、怖。やばい。うわー、あれ怖いなー。俺見張ってるからさ。うちに全部荷物置いて走って行ってくれば。あ、原人ダッシュの方がいいかもな。うん。近くに凄まじい家がある。いや、海ちゃんち物置けるほどスペースなくない？ない。原人ダッシュにかけるか。修正してんね。わあ、いる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 、もういるわ。ただちょっと、うわあ、めっちゃ撃ってる。もう文明が違いすぎて、あんなのリボルバーかて、ああ、バレたな。これ撃たれるぞ。ケア的に2個あるね。うわあ、なんであんな近いんだよ。ちょっと、いや、絶対取れんよな。俺、絶対取れんよ。絶対取れない。こぞってくるもん、あの辺の人。アウトポストに落ちてねえか、あれ。そしたらどうなんの？わかんない。いや、さすがにアウトポストよりかちょっと奥。奥だ。ああ、まあさすがにそうか。もうすでに。めちゃめちゃアウトポスト。いる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 。セーフゾーンのギリギリで待ちたいな。これであわよくば、あわよくばを狙おう。海ちゃんも、あわよ。海ちゃんも近くまで来てね。セーフゾーンギリラインでいい。まだ今焦っても多分殺されるわ、これ。よし。今、行くぞ、二人がかり。どっちかが取れれば勝ち。取ってダッシュで逃げる。うん、取ってダッシュで逃げる。セーフゾーンに入ればとりあえず大丈夫だから。いけ。キャー撃ってるー。やばいやばい。隠れる。一旦隠れよう。いや、もう無理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 。無理無理よ。さあ、どこに落ちたかよくわかんなくなったよ。嘘。怖っ。ワンチャンシルエット拾える？いや、どこに落ちたかわかんなくなった。消えてる。やばい。消えてるわ。見えないっしょ。見えないね。家の中かな。いや、わかんない。おう。なんなら殺された人の装備もらいたいけどな。あ、死んだ。殺された人いる？海ちゃんどこにいるの？俺、まだ遠くにいる。遠くってか、見えてる位置に。あ、争奪戦に参加しなかったの、結局。あ、後ろから。海ちゃんっていつも大事な時にいないよな。いや、見守ってんだよ。見守ってるから。いや、じゃなくて、取ろう言うたやん。頑張って。死ぬの確定だったんだから、とりあえず取ればワンチャンっていう。なんか、致命傷の時に、生き返れんの？体力が。なんか、生き返る時もあるね。お腹いっぱいだったら。うん。生き返った、生き返った、俺。生き返った。俺、ちょっと。あ、ほんとだ。この辺の装備だけ。あ、後ろ来てるよ。無理かな、逃げ切れるかな。
サルベージアックスだけ取ったけど。サルベージ。ああ、怖い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 。お、死んだ。死んだ？死んだ。とりあえず俺はサルベージアイスピックだけ取ったよ。でかいでかい。あの、最高級のツルハシ。おぉ。もう俺はもうこれで満足する。鉄のやつより上があるんだ。あるある。ただこれ俺、ただ、まだ BP 化してないから、うん。まだ細かいことは俺もよく知らないんだけど。見にしちゃおう。うん。いやー、満足だよ、俺はもう。俺はもう満足。いや、でも、原人で行って、それ取れたらでかい。武器も何も持ってなかったからね。今日の収穫、サルベージアイスピック。鉱石採集用、プラス50だからめちゃくちゃでかいな。これはでかい。あ、すごい、そんな取れるんだ。取れる。おっしゃ、とりあえず俺アイスピック取ったから、これ BP 化するわ。ちょっと他にも BP 化したいのあったけど、これやるわ。最優先事項。最優先事項。ここにもう入れちゃっときます。250。まあ、ぶっちゃけジャックハンマーの方が良かったりはするけど、でも普段使い用にこれができら、できたらでかいから。よし。ジャックハンマーもそんな取れんだ。ノラ今ジャックハンマー使ってるよ。よっしゃ。まあ俺は収穫あったしな。海ちゃん亡くなったけど。まあ、今回ここまでにしますか。ねえ。まあ、そのうち渡すよ。BB ワイプ来ないうちは。OK。それじゃあ、ワイプ2初日。まあ、ゲーム自体はもう何日か経ってるけど、お疲れ様でした。お疲れ様です。バイバーイ。